ロシアによる侵攻で激しい戦闘が続くウクライナを支援しようと、広島名物などを販売するイベントが開かれています。広島市の広島夢プラザでは、今日から2日間県内企業14社が商品を持ち寄り、販売イベントが開催されています。温度のちりめんなど地元ならではの商品が18種類並びました。売り上げはすべてウクライナへの支援に充てられます。見るに堪えない状況っていうのも多くある中で、少しでも、まあ、気持ち程度でも手伝いができればな。また店頭には支援のための樽募金も設置されています。激しい戦闘が続くウクライナでは、国の内外に避難した人が1000万人に達したとされています。樽募金はイベント終了後も続けられます。